凶悪犯のことはケイさんに任せて、今日はもう寝るよ。ポイズンスネーク、こいつ毒持ってるじゃねえか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこの蛇の命というゲームをやっていくんだけど、あれだな、メイン画面からは、メイン画面この画面からは何もわからんね。とりあえずニューゲーム、注意事項を表示します。何注意事項って。はい、ああそういうことねそういうことね。こまめなセーブを推奨しますやって。なるほど、ちゃんとセーブできるやつなんやねこれも。お、こういう感じなんや。推理ゲーム蛇の命をプレイしていただきありがとうございます。この推理ゲームの登場人物には名前がありません。判別がしにくい。てかよ、ね、どう呼べば。手抜きではなく気軽に推理を楽しめるよう名前を覚える手間が省かれた親切設計です。あ、親切設計なんや。名前があった方が分かりやすい気がしたけどな。数字などのデータも多く登場しますが、わざわざ覚える必要はありません。え、推理なのに。次々襲いかかる難題には逆転の発想を駆使しつつ事件解決を目指しましょう。逆転の発想、推理物で逆転の逆転裁判がとても思い浮かぶ。これがプレイヤーね。うわ、早かった、思ったより動きが。てかプレイヤーとなんかその他の蛇たちが同じ見た目なんだけど蛇従業員、温泉旅館へようこそ。あちらのフロントでチェックインしていってね。ふんふん。とりあえずこの世界は蛇が喋るのが普通の世界。え、なんていう名前やった。蛇のなんちゃら、蛇の何、命。これはお客さんなんやね。とりあえず立場はわかる。この温泉旅館呪われてるって噂だよ。え、呪われ、人間もいる。この旅館呪われてるらしいから注意してね。どう注意するんだろうか。この旅館は呪われてないよ。変な噂流されないようにね。まあそりゃあね、宿のおかみさんはそう言うだろうさここ以外には行かせないよっていう感じが。こっちじゃないよ、人間の従業員の方に話しかけてね。なんかさ、この INN、 え、入れたんだけどえ、びっくりした、入れた。なんかこの表示ってさ、自然と宿屋っていう風に分かっとるけどさ、どういう意味、いまいちそこは分かってないんよね。何これ、電話相談、スキル割り振り、デリバリー、通話終了。スキルとかあるんこのゲーム。当旅館の利用規約を聞きますか。現在推理レベル20。推理レベル？はあ、何推理レベルって。利用規約1、温泉の利用は1日3分までとする。え、いや、利益なし。え、そういう、1日3分までって早すぎない？異議あり。異議を申し立てた場合は1日2分までになります。もっと短縮されたんですけど、怖い。利用規約2、客は従業員より偉いが、客が蛇の場合に限り従業員と同等以下とみなす。待って、怖い怖い怖い。客は従業員より偉いが、客が蛇の場合に限り従業員と同等以下と。なぜ、お客だろ私も。意義あり。蛇なんだから贅沢言っちゃダメ。蛇が喋れる世界ならさ、もうちょっとなんか。次利用規約3、すぐに異議を唱えないこと。意義あり。異議を却下します。この人めちゃくちゃ淡々としてる。利用規約4、地下室には絶対に入らないこと。まあ、そこは異議はないけど、大体そういうとこはね、立ち入り禁止やろ。次、利用規約5、この旅館で事件が起こっても SNS などで拡散させないこと。いやでもそこはどうなのか。うわー、まあでも一般の人やっけんね。
注意喚起的な。え、まあでも、普通に考えたら意義はなしなのか。利用規約6、この旅館が呪われているとかいうデマに流されないこと。でもそのほら、火のないところに煙は立たないって、まあ無理やり立たせてくるようなやつもおるやろうけど、意義あり。呪われてないよ、普通の旅館だよ。何、怖い、停電だ。キャー怖い、やっぱり呪われてるよこの旅館。停電になったところであなたのターンになりました。行動を選択してね。何、停電になったところであなたのターンにって。発言する、何もしない、宿泊部屋に移動、レジから行く、最悪。レジから金を抜く、条件、違法解禁後。そんなのが解禁されるの。フレーズなんか発言する。皆さん落ち着いて、これは旅館の呪いだ。この停電は犯人の仕掛けたトリックだ。いや、まだ事件とは分かってないけん、皆さん落ち着いて。お前が落ち着けや。どういうこと。誰に言い返されたん今。やっと電気がついたわ。やっぱりこの旅館絶対呪われてるよ。停電ごときで騒ぐんじゃないよ。停電が呪いなら全ての家が呪いの館ってことかい。停電だけじゃ呪いを立証できないな。あら、なんだか揺れてるわ。今度は地震だよ。やっぱり呪われてるじゃないか。いやでも、この建物だけで起こっとることじゃないけんね。地震が起きたところであなたのターンです。行動を選択してね。発言する、何もしない、宿泊部屋に避難、旅館から避難。発言する、あ、地震だ。係員の指示に従って避難してください。たたりじゃ係員の指示に従って避難してください。従業員でもないのに仕切っちゃダメ。じゃあ仕切れよ。地震は収まったよね。この旅館やっぱり呪われてるよ。噂以上だよ。地震は自然災害なんだから呪いとは関係ないでしょうが。まあでも呪いは自然災害、関係してこないのか。これだけ災害が続くと心配になるな。二度あることは何たらと言うからね。まあでもここが日本かどうかは知らんけど、日本はね、じゃんじゃん地震は起こるんで。今度はなんだ。大変だよ、今の地震の影響で玄関口に雪崩が発生したよ。え、かわいい、めっちゃかわいい、雪だるまいっぱいある。序盤からぶち込みすぎだよこの旅館。雪崩が発生したところであなたのターンです。行動を選択してね。玄関の雪崩を調査、宿泊部屋に移動。じゃあ玄関の雪崩を調査。あ、そこね。玄関口が雪崩に埋もれちゃってるよ。これじゃあ旅館から出られないわね。なんか新キャラ来た。おいおい、この旅館閉じ込められたってことか。何あれ、キモ。ミミズ。裏口があるからまだ平気よ。なんだ、裏口があったのか。てっきり閉じ込められたのかと思ったよ。裏口があるなら安心ね。よかったわね、裏口があって。もうこれ以上裏口にフラグ立てるなよ。どうせまた災害が起きて閉じ込められるのは目に見えてる。もう平気よ、さすがに災害も出尽くしたからね。出尽くしたかな。こんなに最短記録で災害が出尽くす旅館もどうかと思うよ。この調子じゃ裏口の方も心配ね。閉じ込められる前に裏口の調査も必要だ。裏口言いたいだけな気がしてきた。裏口の調査をしますか。腕力レベル0とかやばくない。弱々やん。旅館裏口を調査する、雪崩に体当たりする、面倒なので宿泊部屋へ。旅館裏口調査しますか。レベルはどうやったら上がるんやろ。裏口にはまだ流れ込んでないようだな。何あのでっぷりしたヘビ、かわいい。なんかミミズ以外の新しいのも出てきてない、青いやつ。こっちは下り坂側だから雪崩が起きない構造だよ、安全だよ。どうせ別の呪いで閉じ込められるお家が目に見えている。脱出するチャンスは今しかないぞ。外は猛吹雪の予報だというのに本当に出ていくのかい。ああ、こんな旅館に長居するよりはマシだからな。ミミズが帰ろうとしてるところであなたのターンです。行動を選択してね。声をかける、無視、一緒に帰る。声をかける。発言内容、帰らないで、外は大雪だから注意してね。勝手に帰れよゴミが。最悪かよ。いや注意してねっていうか、帰らないでの方じゃない、危険やし。止めても無駄だ、俺は振り返りはしない。
風がそう決めたことだ。見た目だけじゃなくてセリフまでもキモいんだけど。もう怒った。本当に帰ってやる。なんか来たんですけど、何あれ、なんだ今の音は。獣みたいな鳴き声が聞こえるよ。何あれ、クマ。おい、なんか来たぞ。警察犬、ブルルル。警察犬なら大丈夫じゃないの。大型犬、なんでこんな旅館に。これも呪いだよ。呪われた旅館によく出るタイプの凶暴な犬だよ。どういう犬、知らんねえけど、そんなよく出るタイプとか。これ全員噛み殺されるパターンのやつだよ。警察犬なんじゃないの。その心配はいらんよ。この犬は警察犬だ。また誰か来たよ。警察というよりはなんか探偵みたいなのが来たけど、警察のものだ。今度は警察だ。警察が何の用だ。ハンターがいる。この旅館に捜査令状が出ているのだよ。今現在ここに凶悪犯が滞在しているとの情報だ。今度は凶悪犯か。もう呪いどころの騒ぎじゃないよ。凶悪犯がいるならなおさらこんな旅館にいられるか。出て行ってやる。そういうわけにもいかんのだよ。凶悪犯の可能性のあるものを旅館から出すわけにはいかないからな。大雪もこれからピークになることだし、帰るなら明日にしたまえ。でも君は今外から来たんだよね。明日まで凶悪犯と過ごさなきゃならないの。心配いりませんよ。ブラックドクター、刑事の助手。ブラックドクターとはブラックジャック的なやつ。そこの刑事は数々の事件を名推理で解決し、無敗の刑事とも呼ばれる人物。凶悪犯のすぐに捕まえてくれることでしょう。無敗の刑事？本当かな？それは本当よ。この刑事さん、過去にも旅館の何事件を名推理で解決してくれたからね。過去にも旅館で何事件が起きたの？呪われてるよ、それは。過去にも事件が起きてる時点でこの旅館呪われてるじゃねえか。ね、確かに。旅館に人が集まったところであなたのターンです。発言する、発言しない。発言する。そこの蛇が発言したいそうだよ。そこの蛇ってどの蛇のことだい？まあ、いっぱいいるからね。蛇の数が増えてきて見分けつかないわね。発言したい蛇がいるなら、さっさと名乗りたまえ。じゃあ、すぐに名乗り出ましょうか。犯人が分かりましたよ。どう最近。待って。ここまで引っ張って取りやめるんかーい。結局その凶悪犯ってのがピンとこない。情報が少なすぎるからな。まあ、確かに。てか、その人は一体何をしたの。まずその凶悪犯ってやつの特徴は、人間なのか、蛇なのか。蛇だったら代わりに駆除してやってもいいぞ。凶悪犯の詳しい情報はまだ不明だ。分かっているのは今現在、この旅館内に滞在しているって情報のみ。それは一体誰から聞いたんだ？意義あり。そうだ、おかしいぞ。人間か蛇かも特定できてないのに、この旅館に凶悪犯がいるだ？その情報源はどこだよ？こいつだよ。この探知犬の探し合った結果が、この旅館だったわけだよ。警察犬が？犬に選ばれただけで捜査令状だなんて、迷惑な話だよ、まったく。まあでも警察犬はすごいって言うしな。この犬は優秀な警察犬だ。危険物の探知に関しては抜群の嗅覚を誇る。重度の危険物なら半径1キロの距離まで探知可能だ。危険物に限らず危険生物でもある程度なら嗅ぎ分けるのだよ。だったら誰が凶悪犯なのか、そのお犬様に嗅ぎ分けてもらおうじゃないの。速攻で分かりそうやけどね、そんな距離まで分かるんやったら。そうだな、もっと詳しく探知する価値はある。ぐるるるるる。お、嗅いで回っている。今ので犯人が分かったのか。左側のやつらしか嗅いでないけど、データは取れた。で、誰が凶悪犯なんだよ。右側の人たちは何も書かれてないけど、まあ、右側の人はいないけど。そう慌てるな、今は分かりやすく数値化するところだ。何その数値化って。最先端技術を用いれば数字だけで犯人を割り出せるのですよ。何それ。数字が一番合理的で、数字は嘘をつきませんからね。最先端技術かっこ犬の嗅覚ねえ。
探知系の数値データは一度も間違ったことがない。犬は優秀なのだよ。どこその下等爬虫類とは違ってな。何これ、数値が出ましたよ。攻撃力 4634534。 一番高いのはヘビの大型種。あのでっぷりしたヘビ、あんな可愛い顔して。その次が警察犬。警察犬より強いのか。んで、その次がヘビ、人間ハンターとムカデ。あ、あの紫っぽい青っぽいのはムカデなの。で、その次が人間ミミズ。なるほどね。人間弱。攻撃力とか、なんだかゲームのような数値も出てるよ。攻撃力は危険度指数のようなものだ。一番高いやつが凶悪犯と決まったわけじゃないが、推理の参考にはなる。ヘビの危険度指数が高めに設定されてる気がするよ。事実、ヘビは危険だからな。まあ確かにね。毒を持つタイプもいれば、巨体で尻尾をビッタンするタイプもいる。ビッタン。過去にこの旅館で事件が起きた時もヘビが犯人だったしな。無言。自分もヘビやしな。今のところ凶暴そうなヘビは見当たらないけどな。ヘビに対して過信は禁物だ。化けの皮を剥いだらどうなることやら。脱皮したばかりだけどね。そういうことじゃないのよ。エリクスはいい。今は無害を装っていても、いずれ尻尾を出すって話だ。とっくに出してるよ。むしろ尻尾しかパーツがないよ。まあまあまあ。めっちゃ突っ込むやん。もういい、黙れ。とにかく、今回の凶悪犯も、ヘビの可能性が高い。十分注意しておきたまえ。気に入らねえな。そうやってすぐ数字数字と、ラベルやレッテルを貼り付けようとする警察のやり口。まあね、ミミズ一番弱く設定されてるもんね。まあ確かに現実でもそうやろうけど。俺たちは馬じゃねえんだぞ。馬？いつからミミズが馬より上だと錯覚してた？どうせヘビより数値が雑魚扱いだから悲願でいるのだろう。てめえは無駄口か叩いてないでさっさと推理しろってんだよ、税金泥棒が。で、結局誰が凶悪犯なんだ？そこのでかいヘビか？数字だけ見たらそんな感じやけど。まだはっきりとはわからんよ。てか右上にさ、HP10 って書いてるのは体力10しかないの？ここにいる以外に客はいないのかね。客も従業員もこれで全員だよ。そうなると凶悪犯は旅館のどこかに隠れている可能性も高い。その犬、最大で半径1キロ圏内なら探知するとか言ってたよね。それなら旅館内に潜伏してる犯人も探知できるはずだよ。まあね、1キロもないやろうし。それが反応しないのだよ。大雪の中来たから鼻水が詰まったのかもしれんな。まあ明日になれば回復するだろう。そんな。犯人はこの中にいない雰囲気になりました。発言する、何もしない、セーブする、宿泊部屋に移動。なんかこまめにセーブをしろって言ったけん、それもヒント？セーブしよう。そこのヘビがセーブしたいそうだよ。そんなめたい発言。めんどくせえヘビがいたものだな。セーブ画面開くよ。あざっす。で、ファイル1に。セーブおしまい。とにかく無敗の刑事と名乗るなら、犬ばっかに頼ってないで、自分で推理しろや。まあね。旅館の宿泊客名簿の中に、不審に思った人物はいなかったかね。確か7号室に宿泊のお客さん。職業がハンターだとか。さっきからめっちゃ喋りよるおじさんじゃない？ハンター？そういえば探知犬データにもハンターの表記があったな。これのことだな。ハンターなら銃とか所持してそうだよ。危険だよ。というか、だから、その凶悪犯は一体何をしたの？人を殺したのかい？プライベートで温泉入りに来ただけだ。武器なんて持ち込んどらんよ。職業ハンターって普段何の動物をハントしてるのさ。ヘビだ。怖い。ド直球だな。もうこいつが凶悪犯ってことでいいよ。まあヘビからすればそうよね。ガハハハ。今、温泉入りに来ただけだと言ったらどう？プライベートに仕事は持ち込まん主義でな。ハンターに対して何か発言する。ハンターは凶悪犯ではない。このハンターこそ凶悪犯だ。捕らえよ。いや、捕らえよまでは言えんよね。でも、凶悪犯ではないと言い切ることもできんし。
まあでも、ヘビのハンターらしいけん、ちょっと危険にはさらされたくないな。凶悪犯ではないって言っとこう。うん。ハンターってだけでは凶悪犯とは断定できんな。他に目星い客はいなかったかね。6号室に宿泊してるムカデの客が、バールのようなものを所持しているのを見たわ。え？ムカデが？バール持ってるなら凶悪犯だよ。怪しいよ、絶対。まあ別にバールは本来、ねえ、別に危険なことに使うものでは。この旅館には ATM も金庫もあるからね。あのバールは売り物だ。犯罪用ではない。商人なの？バールは扉などを破壊するには有効だが、大した凶器にはなるまい。え、そうなの？バールだけで凶悪犯とは断定できんよ。まあ、ムカデの荷物は後で調べさせてもらうがな。ムカデの荷物はっていうか、全員の荷物調べるべきでは？他に宿泊名簿で気になった客はいないかね。確か最後にチェックインしたお客様。職業が探偵だとか。この人じゃないの？探偵だと？どの客だよ、探偵ってのは。あ、まあ、この人は探偵じゃなくて警察か。あなたの話題になっています。あ、私のこと？探偵って。あ、私探偵だったの？なるほど。いや、なんか、ただのヘビやけど、いろいろ発言しよるだけかと思ってよ。探偵です、よろしくね。探偵として警察に協力してやらないこともない。上から。探偵ではない、名探偵だ。自分で。真実は一つ。まずは依頼料。話はそれからだ。いや、探偵です。よろしくね。よろしくね。ともあれ、今の状況で探偵がいるなら心強いよ。探偵の方が、あれなの？信頼上なの？警察より。いや、この無敗の刑事がいる以上、探偵の存在など無に等しい。まあ、普通に考えたら刑事の方が上じゃないのかい？ましてや、蛇なんぞな。くれぐれも捜査の邪魔をせんように。お前も邪魔するなよ。無視、どつく、盗む、宿泊部屋に移動。ええー。お前も邪魔するなよ。無視。無視。すぐ無視する。だから蛇や下等生物なのだよ。そんなことより、凶悪犯の手がかりだよ。他に怪しい客は思い当たらないね。もう夜になる。本日の捜索は一旦打ち切ろう。6号室のムカデは個別に持ち物検査。7号室のハンターも念のため持ち物検査だ。1号室の探偵のヘビはどうでもいい、スルーだ。本格的な捜索は明日からとする。明日まで凶悪犯を野放しにするっていうの？それをね。心配いらんよ。我々も一晩駐在するからな。無敗の刑事がいる手前、凶悪犯も下手な事件など起こせやしないでしょう。無敗の刑事っていうのもよくわからんし。念のため、寝る前は各自、戸締まりを忘れないように。こういうのよく言うけどさ、なんか結局、ねえ、なんか次の日になったら誰か殺されとってさ、戸締まりしたはずやのに、みたいな。で、なんか信頼する相手やって、うっかり開けてしまった、みたいな。本日の話し合いが終わりそうです。最後に一言。もっと議論を続けるべきだ。夜中に誰かが殺されるぞ。温泉に入りたい。部屋にピザ届けてね。これにてお開きとする。もっと議論を続けるべきだ。一人で勝手に続けたまえ。我々はもう寝るからな。一人では議論ではないのだよ。宿泊部屋に移動します。私1号室って言ったよね。ここで捜査の記録ができます。ふんふん。ベッド、はい、セーブ。ね、違う。え、いろいろ調べられるのか。寝るとストーリーが進行します。なるほど。まだ話聞いて回りたい。待ってね。私最初これが自分かと思ったよ。もうすでに部屋におると思わんかった。もう夜だからゆっくり寝ていってね。あざす。4号室。この旅館に凶悪犯潜入してるみたいだから注意してね。部屋の入り口2つあるの？凶悪犯がいるみたいだけど、無敗の刑事もいるから安心ね。本当に無敗の刑事なのかよ。クソ狭い部屋だな。刑務所じゃねえんだから。そういうのは知らずに泊まりに来たのかい？
なんかこの壺割れてる。凶悪感がいるから不安で飲み物かリンゴくらいしか喉を通らないよ。めちゃくちゃ満喫してるから大丈夫だ。なんかめっちゃちっちゃいヘビいるんだけど。てかヘビと同部屋なの？この旅館に凶悪感がいるみたいだけど、刑事さんも来てるみたいだから安心だね。なんかレベルが上がった。30ポイントの経験値を獲得しました。え、なんかレベル上がったよ、会話してるだけで。あれかな、推理レベルとかかな。どう最近？いや別に何も。え、これは話せないの？子供じゃないの？何なんだろうかあれ。何これ、かわいい犬、めっちゃかわいいんだけど。ペット OK の旅館はヘビ率が高くなるのよね。え、なぜ？どういうこと？意味がわからない。なんかここ抜け出せそう。なんもないんか。なんかあそこだけついとる？いや、あっちもあったわ。なんだこの旅館は、ヘビとかムカデばっかのクソ旅館だな。自分もミミズじゃねえか人間が言うならわかるけど。なんか荒れてるこの部屋。え、100ゴールド獲得しました。お金ゲットした。なるほど、アイテムもあるのね。なんだこの旅館は、ヘビとかミミズばっかのクソ旅館だな。ミミズと同じこと言ってるよ。凶悪犯のことはケイさんに任せて、今日はもう寝るよ。ポイズンスネーク、こいつ毒持ってるじゃねえか。確かにみんなと色が違う。たまに経験値を獲得することがあるよ。もしレベルが上がったら、その辺の電話機をタッチして、スキル割り振りを選んでね。スキルは最大 HP だけ上げれば十分だよ。なるほど。じゃあ他のスキルの意味は？トイレあった。他は何もない。これお金？50ゴールド。イエーイ。なるほど。あの袋みたいなやつが、アイテムっていうか、あれだよね。お金ってことやね。まあ、あとはもう何もなさそうかな。うん。なんもないっすね。じゃとりあえず、スキル割り振りしますか。最大 HP だけ上げればいいって言ったっけ？でも見てこれ、推理レベルとか腕力レベルとかあるけど、最大 HP だけでいいの？まあでも言われたけんそうするか。OK？ よし、じゃあ、待って、セーブしといた方がいいか、レベル上がったけん。OK。もう寝る。呪いの温泉旅館。その温泉旅館に足を踏み入れれば、数々の災いが降りかかる。その噂に間違いはなかった。しかし、本当の災いは、まだ始まってさえいなかったことに、気づいた頃にはもう、その旅館から抜け出すことは。え？次の日。大変だ！旅館が火事だ！え？